はい、お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりです。本当に今日も大人気でした。としさんコメントで帰ってきたとか。帰ってきたとし。サムネにとしくんがいるとか、めっちゃとしさんがコメント多かったっす。あ、本当ですか。ありがとうございます。なので。めっちゃ謙虚な感じで。ありがとうございます。すいません、この暑い中。本当に。なんか最近噂で、としくんちょっと、まあ、みんな知ってんのかな、あの視聴者の人。そうです、なんか一時期多分知らんよね。知らないんじゃないですか、まあ、一時期、まあ、ずっと動画出てなくて、としくんが昨日か今日か、もうとしくん動画解禁したんで。そうです、っていうことを、はい、まあ、聞きまして、はい、まあ、としくんが解禁するんだったら、まあね、一番ちょっと長いとしくんとね、長い歴の、まあ、僕が行くしかないと。僕が行くしかないと。一緒に需要はないけど。一緒にとしくんより需要ないけど。ないけど。ないけど駆けつけは一緒に。で、はい、今日はとしくんに動画急に出なくなった理由と、うん、解禁した理由をちょっとお聞きしようと思いまして、はい、うんうん、6月19日大阪でとび職の方お待ちしております。まずストレートに聞きます、はい、もうオブラート包ませ、ね、動画に出なくなった理由、はい、まあ嫌な理由、出たくなかった理由は何でしょうか。まあ、あの YouTube 見てる人だったら多分分かってると思うんだけど、俺の場合本職っていうのはこっち、足場、はいはい、足場、とびの仕事、はいはい、で YouTube っていうのは俺は二の次にしか考えれんっていうのを社長に言って、動画で撮ったね、はい、撮ったわ、うん、で社長に、いや違う、こっちも一番、こっちも一番だろって、うん、えみたいな、うん、いやいや主でサブじゃないの、うん、もうそこの意見の不一致から、うん、社長の意見ととしくんの意見が違ったわけだ、まあ、考えとかがね、うん、結局はこっちを撮るために現場が結局遅れが出て、他の奴らがカバーしに行かなあかん、うん、みんな残業にもなる、うん、なんでそこまでやる必要性ある、うん、ましや、あとは YouTube をどっちもいちいちなわけじゃん、うん、でも俺からしたらこっちも若干こっちをやることによっておろそかになっとる面がすごい多々多く見えとった。ででも僕はどっちかっていうと一応こっちにしか見てなかったから、あ、そういうこと、ね、主でサブだったから、いやそれおかしいだろっていうふうにはちょっと、うん、みんながみんな無理だなって。足場の方は別に遅れとかもなく支障なくだったらまだわかるけど、足場に支障を出とるのに、うん、わざわざ動画の撮影に、うん、撮影をしなければアップができない、だから本数が足りない、撮らせてくれ撮らせてくれ、でも実際問題リュウジはダメって言ったらしいの、リュウジの現場の時。あ、なんか一回動画になってましたね、うん、忙しいからダメって本当にやめてくれっていう、うんうん、でもそれを無理やり押し切って撮ったわけじゃんね。なんか動画になってましたね、うん、その日の結局これ明かすと、本当はリュウジのトラックに材料が載ってます、うん、2件目の賭けがありました、うん、で一応お手伝いしに行く予定には載ってたけど、うん、俺らが終わってリュウジがいなければ材料がないのに俺らが先についてどうする、うん、もう有り余り、今日この今こんな状況、トラック、はい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 、このあったりなかったりの材料で俺らが先に入ってなんとか少しでも先に進める、あ、とりあえずありったけのものでやる。リュウジはいつ来るの、何時何時ってこっちは電話を何回も入れて、うん、いやちょっと撮影でちょっと押してて まだなんですよって、うん、え、なんでイラ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 っつって、確かに現場が遅れとるやないか撮影する場合じゃねえだろうって、ね、そういうとこがちょっと僕の中では合わなかった、実際は。で動画に出んくなってからどれぐらい経つんだ。でも私が来た時にはもう出てない人だったので。そうだよね、もうちょっとしたら多分、でも、まあ、半年近くは、もう半年は余裕で経つ。で、あともう一つあったのが足場班チームのチャンネルあるじゃん、はいはい、足場班チャンネル、あれの動画を週1かなんかでアップしてきますとか、うんうん、やっていきましょうで社長と、ね、足場班とで話して決めたやつ、うん、撮ってない、社長に怒られる怒られるから撮るアップするそれがずっと繰り返しになってたから、うん、じゃあもう足場班チャンネルっていらなくねっていうのを多分俺が YouTube で言ったよね。あ、なんかなってますね、うん、やるのかやらないのかみたいな、うん、言われてやるぐらいだったら、うん、ましてやこっちが首都しか見てない僕的には、うん、まあそうですね、それで続ける需要あるみたいな、うん、しかも毎回社長に言われて、だったらもう俺ノータッチでいけるなら本当にノータッチでいく、もう一切関わらない、うん、知らない、もう YouTube も出ない、うん、それでいいならいいで、あ、分かりました、
あ、それはなんか見たな、動画で。なんか私も見ました。で、噂でとし君もう NG だみたいな話になって私も最初からとしさんは NG なんでしか言われてないんで。あ、そうだよねほんでそっからまあ半年以上の月日が経ち、はい、まあ、昨日まあ、朗報が入りまして朗報が確かに入ったね。なんか YouTube 出ていいらしいよみたいな、まあ、なんならなんかライブとかしてくださいみたいな逆に出させてくださいレベルで言っとるみたいな情報が入ってきましてはいはいはい、これはちょっと突撃行くしかないなっていう調査しに行かねばと、はい、ことで今日来たわけですよ、はい、出なくなった理由は今分かりました。はい、はい、いろいろね、考え方とかの違い、はい、出る理由になるそこ一番気になるなんでそこまで思ってたのにそこまで思っとったのにどうして出てくれようと思ったのか、うんうん、あの実際今 TikTok のライブを自分でやってる。はい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 、はいはいはい、噂をしてますよ、はい、聞いてます聞いてますで、コツコツ自分でいろんな人のところに行ってコメントを残して、まあ、たまには投げ捨てもしてとか、なんかちょこちょこそのライブの方で遊んでたんで、はいはい、で一応会社を通すのはおかしいからと思って、うん、もう自分の社名とかは一切全部伏せた状態で一個人名古屋のとび職っていうだけ書いてあるだけで、あ、もう自分だけってことですね。とし君は、はいはい、あ、その道場にいない、分からんようにしとったんだ。そう、あくまで そこを出しちゃうと社員は社員だけど売名行為みたいな、なんか勝手に会社の名前使って、うん、そんだけなんかやってるって思われても嫌だし、なんか嫌だなって、うん、YouTube も出ないって言った以上、うん、っていうのはあって、うん、実際さ、ショー昔から知っとるじゃん、うん、俺のこと性格もまあまあまあ長いんですよ、ちょっと話脱線するんですけど、結構付き合い長くて長そうですね、なんか話してる感じ見ると。トシ君がだってこの塗り替え道場やる前にとび職だったんですよね、うん、うちの会社は、はいはい、社長が親分で、そう、でその若い衆で俺はおった。あ、一緒にやってたんですね。そう、だってもう一緒に現場行ったこともあるし、そう何回も、朝からめっちゃ怒られて酒くせえなって酒くせえもんだってなんかよく飲むって聞きますもんそうそう、確かに出らそうだよね。もう多分14、5年ぐらい、まあまあ長いですよ。14、5年で長いですよ。だってさっき言った通り話はまあまあ長いは置いといて、喋る、うん、好きじゃん、うん、話すの好きなんだって人と、うん、だって、初対面でわ俺いや喋れんなとか言ってあんまり引くこともないし、うん、なんか普通に、ね、会話、この人とこういう会話だったらできるなっていうことが自分の中でどんどん出てくると、どんどん一人で喋ってるやんね、俺話しなきゃなこいつみたいなそうなんですか。俺が始めた当初が、うん、去年終わりぐらいかな、うん、に、フォロワー300までいけばライブができる、うんうんうん、で、あと人のライブで、上がって喋ることもできる、でコラボとかもできるしって、うん、まあ、まあライブ機能のやつができるっていうのを知って、それからまあちょこちょこいろんな人と関わりを持つようになって、それで300行ってからいろんな人たちとお話もさせてもらって、うんうん、コラボしたり、はい、はいはいはい、なんで普通に夜仕事終わってから家に帰って自宅で酒飲みながら、うん、そのライブでひたすら喋ってるなんかもう好きな人からしたらいいです。いい、ちょっと一個思ったのは、はい、ちょっとまた脱線しちゃった脱線しちゃったまたまたしちゃってるまあトシ君まあ喋るの好き、はい、でまあフォロワー300人いけば、はい、まあライブとかできる、それまでに行ったってことだよね、うん、そうで、いたで、行ったで、ずっとやって今ちなみに何人なのフォロワー。フォロワー今2900、もうちょいで3000ぐらい。へえ、半年ですごいです、ね、半年ぐらいかでもね、そうだよね。でそれをやっとるうちに、昔 YouTube とこっちって言われとった時の状況と、うん、自分でやりだしてライブでいろんなことをやりだしてから、うん、なんかこれあんちゃ別に YouTube の撮影とかでも、はあ、ああなるほどなみたい な、うん、なんかあとはいろんなことを思ったのが、やっぱり自分がライブができるようになって、うん、その規約だったりとか番対象はどういうことなのかとか、いろんなことだって、前だと社長に、まあ、実際お絵描きありました、うん、お絵描きの話で、え、なんでいかんのとか言って、うん、
軽く言えた自分が情けないっていうか、はい、そんなもんダメに決まっとんだろうみたいな。そこ前言っとった社長が言っとったことに気づいた。そう、自分がやって気づいて、自分がやって、いやいや、さすがに、ああそういうのも、いや、やっぱダメだよな、ああなるほどね、こういうのもダメだよなとか、そういう気を使うようにもなってきて、ああなるほどなるほどっていろんな思うってもあって楽しいし、まあ別に喋ってこう出ることに関して別に抵抗はないから。実際トシ君のファンもおるしね。だから今日ですよ、ね、どっちかって言えば俺の方が出たくない。別にファンもいねえし。いやでも最近ちょっとずっとやるんですよ、井村さん、井村君最高とか来るんですけど、ファンもいないしみたいな。何喋ったらいいかが、トシ君喋るの好きじゃん、うん、俺嫌いだから。確かに確かにあんまり喋るイメージがない。昔の俺、まあすごいね。でもあのトシ君ってさ、変な意味じゃないけど頑固じゃん。頑固ですね。そうなんですか。それをあの自分でその TikTok とかやることによって自分からやめようって今までは関係ないじゃんみたいな感じでやってたもんね、多分。すごいですね。成長してます。日々成長してます。頑張ります。僕も TikTok から頑張ってください、ね。とび職の方ご参加お待ちしておりますということで、復帰してくれるということで、これからも、これからも撮影協力してくれるかな。あ、いいとも。実際ちょっとあったけど、いいともだったんで、いただきました。ここをさせていただきたいなと。はい、大丈夫。まあ、トシ君に聞きたいこと、この空白の時間、聞きたいこと、もしありましたら、コメントに。どしどし。どしどし。ください。応募します。あ、TikTok、宣伝しといてほしいね、トシ君。ぜひ。リンク貼っときますわ、じゃあ。あ、はい。TikTok 教えてください、ちょっと。この辺ってやってていいの、はい、この辺っつって。ここにどうぞ。ここ、この辺。でもすいません。久々に会ったわ、トシ君。では、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、久しぶりのトシ君の最後の掛け声で。はい。いつもの。ん？いつもの？また見てね。最後だけほっこり。ほっこり。